はい、それではアローン・イン・ザ・ダーク2の続きをやっていきたいと思います。死にかけてます。はい、死にかけていて、まあ、体力が7しかない状態ですね。ただなんかキーアイテムをいくつか手に入れたっていうところで終わってますね。で、フック付きのロープをもらったので、で、これをどこで使うかなんですけど、今のところ候補としては、あの、入り口ですよね。あの、オープニングで、なんか、なんとかさん、ちょっと、デブでした、デブって言っちゃいますけど、あの、オープニングであの、デブがね、あの、登ってたもんね、屋根を。同じように屋根を登るときにあれを使うのかなとか思ったりもするんですが、ちょっとね、一個気になることがあるんで、そっちを先に確かめに行こうかと思います。はい。こうね、走らないと遅すぎてどうにもならん。わあ。こっちですね。あの、フックがあった場所、ここ。このトランプの床。これが気になってたんですよ。ここが気になってた。これなんかあんじゃないの？はい、それではアロン・ザ・ダーク2の続きをやっていきたいと思います。現在死にかけております。体力が7しかないという状況ですね。ただ、まあ、満身創痍になりながらも、まあ、どうにかね、キーアイテムをいくつか手に入れたというところです。で、フック付きロープをどこで使うかなんですけど、まあなんか入り口付近で使うんじゃねえかなって、あのオープニングでデブがなんか屋根登ってたんで、その感覚で使うのかなとか思ったりもするんですが、ちょっとね、こっちに気になるものがあるんで、それを探し、先にね、確かめようと思います。ここのね、このトランプの床、これがね、すごく気になってたんですよ。はい、それではアロン・ザ・ダーク2の続きをやっていきたいと思います。前回はね、ちょっと満身創痍になりながらね、キーアイテムを手に入れたっていうところで終わりましたね。で、フック付きロープなんか、まあ見つけたんですけど、これどこで使うのかなっていうのが、今のところの予想ではあの入り口のところかななんて思ったりもしてるんですけど、ちょっとそこ戻る前にですね、ちょっとこっちに気になるものがあるんで、それを先に確かめてから、ここですね、このトランプの床を、これが非常に気になるんで、こういうものはだいたい一番後ろが、はい、それではアロン・イン・ザ・ダークの続きやっていきたいと思います。まあ今非常に危ない状態なんですけど、まあ、なんとかキーアイテムをね、フック付きロープを見つけたので、これを使いに行きたいかななんて思ったりもするんですが、ちょっとその前にね、こっちに気になるものがあるので、それをちょっと確かめて、これね、走らないと、もうこんな状態なんで走らないと。はい、ここにね、ほら、トランプの床があるんですよね。これなんかあるのかななんて思ったりも。はい。申し訳ありませんね。まさか、まさかこんな結果になるとは。はい、では、ん？なんかこっちにあるかな？なんか、ああ、なんか来た、なんか来た、なんか来たぞ、やばいぞ。なんか来てるんだけど。え？なんだよ、こいつ。
え？何これ？完全に当たってるよね。え？無害？お前無害か？一撃弱っ。ちょっとこっちに何かあるんですよ。これこれ、なんか、あ、恵みの雨、恵みの雨。助かった。セーブしたい。セーブしよう。セーブします。はい。ここなんかはしごみたいなのあるんだけど、なんだろう、押すのか。扉が、あ、これ扉か。これ扉なのか。扉が閉まっている。何、鍵を見つけろとかってことかな。手前にはまだ行ってないんじゃないかな。こっちになんか、なんか怪しげな、なんか落ちてるかな、あれ。わかり、あ、カーミーが邪魔か。この先なんか落ちてるくせ。ノートの切れ端。なんだろう。読んでみるか。ん？カーンビー、おま、は？なんだこれ。破れてるってこと？なんか今 BGM 狂った気がするけど。ほう。新聞に書かれらめさ。そう。多分、そうっていうのは、ソーンダース教とか、ソーンダースってことかな？この第1回目のオープニングの時に出てきた誘拐されてるっぽい女の人ですね。あの人、多分、ソーンダース城とかかな？を誘拐したのは、型。これはゲームのパッケージに書いてたんですけど、多分、固めのジャックですね。なんか、固めのジャックっていう、なんか、そういう敵が、今回の、まあ、前回でいうところの、プレグッドポジションなのかな？ギャンブルと死に、怪物だ。うん。ヘルズキッチンかな？余裕はない。ボートかな？ウイスキーを密造？洞窟から？うん。ちょっとわかんないね。切れ端だからわかんないね。うん。わかりませんな。まあ。ここになんかあるように見えない。気のせいかい？これこれ。これは動きそうだな。ポリゴン的に。やっぱり。ん？なんだ？ん？なんだ？なんか来た！なんか来たぞ！ちょっと待った。何かが来た。何かが来たんだ。当たってないな。弾は効かないくせえな。なんか当たってる音がしなかったもんね。これ大丈夫かな。なんかこの手の敵ってさ、倒せない気がするんだよな。
勝った勝った勝った。何これ。あ、取る取る取る。やった、接近専用の武器が来た。やったやった。ちょっと一旦セーブしよう。この祭壇が怪しいんだけどな。違うな。なんだこれ、箱をこれ開けれないのかな。これ開けれないの。ん、金属製のダイヤのジャック。はあ、ん、なんだろう。この箱を動かしたら、この箱の下にこのトランプがあって、あの祭壇がせり上がったってことは、これを使えってことかな。ほう、ん、全然何も反応がない。あ、ちょっと待った、なんだなんだ。あ、全然祭壇から離れてたってことかな。これを使うと思うんだけど、やはりそうか。こっちか。あい、多分ここが開いたんだよね。ここあそこじゃん。え、どういうことだい。ん、でもなんだろう、やっぱじゃあロープを使ってこのフック付きのロープを使って屋敷に侵入しろってことなのかな。ちょっと行ってみるか。あそこなんか見張りがいるんだよ。ここ見張りがいるんだよな。ちょっと待ってね。だったらこの接近専用のこれを使って手早く片付けるか。当たってないな。もういいや。全然当たんない。勝ったかな。なんか被弾しちゃったな。銃か。だいぶ被弾したな。もうちょっとうまくできた気がするな。とはいえ、ここでこれか。違うぞ。違う、ここじゃない。
どこ？なんか敵がいるのよね、ここ。この辺。違う、ここじゃない。ここじゃないくせ。本当か？これでこの接近戦もなんかやりづらいな今回。違うね。どこだろう。どこで使うんだろう。超無駄だったってこと？それともここで海賊の剣は単なる武器か？関係ないくさいな。ってことはまだこっちに何かやることがあるってことか。そうでござるか。誰かが見てるんだよね。まだこっちに何がある？まあ言ってたとこは多分いっぱいあると思うんだけど。こっちとか言ってないか。あー来た。ああ死んだ。こっちはどう？強いよ。強いんだよ。ここが開いたってことはやっぱここに戻ってくるのが正解なんじゃないのかな。っていうかなんかね、結局あの変態しかいないんだよ。変態のいる方行ってみるかな。こっちだっけ。変態ね、強いからちょっとあいつ近づくのはまずいんだよな。うわ、弾丸7しかないじゃん。変態こっちだっけ。 Hey you。勝ったけど無駄に撃っちゃった。本何本って。しまった、弾丸無駄撃ちした。うわー無駄撃ちしたな。やり直すかな後で。本ってね、なんかろくなことないんだよな読んでも。さまよえるオランダ人を乗員名簿。3本のマストを持つこの船は西暦1724年12月25日に海賊船となった。ジェレミア・ジョンソンという男の名を知る者はほとんどいないだろうが、航空生まれのショーティーレッグのことは誰もが恐れている。
あのシャーク船長の手枷から抜け出して、弾を装填した2門の大砲を船長室に向けて発射したのは、彼が14歳の時のことだった。その時の衝撃で片足をもぎ取られながらも、彼は間に合わせのイカダで2週間漂流し続けた。漂流中、彼は太陽の熱線と調理鍋とを使って海水から塩分を取り除き飲み水を作った。捕まえた魚をさばくために自分で作った義足で魚の頭を蹴りつけた。それ以来、義足は彼のお気に入りの武器となった。漂流している彼を発見し、そして拾った人物こそ誰あろう、片目のジャックであった。こうして彼は片目のジャックの一味に加わることとなった。戦意として雇われた。チョッパーですね。今の変態がチョッパーですか、ひょっとして。はい、とりあえず今回はこの辺にしておきます。はい、では次回お楽しみに。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。